明日何の日か皆さん存じてますか？バレンタイン。そうですね、バレンタインデー。2月14日バレンタインデーです。なので、去年のバレンタインデーにも日本にいらっしゃったということで、はい、2年連続この時期を日本で過ごしてるってことはすごい何か縁があるのではないかと思うんですけど、そういうことで今回の最後のトークイベントはバレンタインスペシャルにしたいと思います、はい、ロマンチックジェームス、個人的にバレンタインデーに思い出とか持ってますか？バレンタインデーで추억있어요？中학교때バレンタインデーが저한테되게중요한날이라고생각했어요。中학교中学生の時はバレンタインデーは僕にとってとても大切な日だと思ってます。왜요？모르겠어요。그냥되게로맨틱한아이였나봐요。わかりませんけど、まあ、ロマンチックな子供だったみたいです。中学生。근데그때중학ロマンチックな中学生。근데그때제가도넛을한24개친구에게가져오고학교에친구들한테다줬어요도넛을24개갖고학교친구들한테다줬어요이상한데애였어요제가흔한子供だった바렌타인데이에도넛을みんなに配ったっていう。はいはい。なかなかないですよね。そういう学校にいなかったんですよね。그런친구학교에없었잖아요。아그렇죠みんなが好きだった。みんなが好きだった。You like everybody? はい。エクシはバレンタインデーに何か思い出ありますか？バレンタインデーって、ない。여기일본에왔을때공연한거저희발렌타인데이사이에일본에왔었거든요그래서일본에서공연했을때그런거되게재밌었던것같아요そうですね、日本に来て公演したときちょうどバレンタインデーが挟まっていたのでそのとき楽しかった記憶があります。이상하게그뭐여자친구가있었던때에도꼭이런스페셜한날에는그꽤그전에항상불꽃해서不思議なことに彼女がいてもなんかこういう特別な日の前に別れちゃったり悲しい悲しいですね。ムンさんはどうですか？저도사실僕もそんなに大切な記憶はないですけど、なんか2年連続で日本のファンと一緒なら、もんが、그게좀저한테특별한추억이된것같아요。だから僕にとってとても重要な大切な思い出になった気がします。そうですね、2年連続ファンの皆さんと一緒に過ごせるってすごいことですよね。そうですね、こういうタイミングで拍手です。아그렇습니다네피니크와 No. 네이멤버の中で학생の時학생時代に多分自分が一番チョコレートをいっぱいもらったと思う方いらっしゃいますか？네분중에서학생때아마내가제일초콜릿을많이받았을것같아라고생각하시는분네분중에서 So out of us four, who received chocolate the most in our high school years? Who do you think? James は誰だと思いますか？진짜많이받았어요。학교학교もらったんですよ。학교때많이받았어요。学校に通ってる時。지금아무것도안받아요。今は全然もらってないです。エクシはどうですか？ジェームさん。ムーンさんは？僕もジェームズだと思います。ジェームズ、ちなみに何個ぐらいもらいましたか？몇개정도받으셨어요？그냥박스를한3、4개箱に3、4個ぐらい。근데친구중에서제일많이받았어요。友達の中でも僕が一番たくさんもらいました。チョコレート많이먹어서키가많이컸어요。チョコレートを食べて背が大きくなった。저랑엑시는사실학교에서막친구들많이만나고사귀고그런스타일이아니었어요。僕と엑시は学校ではあんまり友達いっぱい作るっていうタイプではなかった。이제중학교때까지그랬었는데고등학교들어와서는저희끼리되게음악에빠져가지고中学校の時はそうだったんですけど高校に入って僕たち音楽にハマってて진짜그때는뭔가친구들이랑노는것보다막그냥음악만들고이런게재밌었던것같아요。だから友達と遊ぶっていうよりは
音楽を作ることが好きでした。ちょっと、ちょっと、いさがないと思って。少し変な子供たち。さしくって、うちそういざそういちゃう。막소문도이상한소문도있잖아요그래서뭐마을이から少しちょっと変わった噂もあった記憶があるっていう저희들끼리너무너무붙어다니니까僕たちだけですごいあのいつも一緒にいたから그런사실이아닌소문도막들어서근데事実ではない噂が広がってどういう噂かは皆さんの想像力にお任せします。여러분의상상력에맡기겠습니다。근데나중에알았어요진짜그런소문이있었는지도でも後々その噂があったってことを知ったんですね。あでここからの流れでちょっと少し流れがおかしくなるかもしれないですけど、この体温通りにやるともしロイヤルパイレーツのメンバーが女の子だったらメンバーの中の誰にチョコレートをプレゼントしてどういうふうに告白するのかっていうそういう想像をしてちょっと演じてもらうことにこの大運動になってるんですよね。今流れ方じゃなくて。あ、그러니까。여러분이만약에여자라면 네, 네, 네멤버들가운데누구한테초콜릿을주고 네. 어떻게주면서고백하고싶은지오늘 네. 조금씩연기를해주시길바랍니다 演じてもらいたいと思います。So、if you're a girl, who in this group would you want to give chocolate to? What the? and how would you give them the chocolate?저는이닉한테줄것같아요僕は이닉にあげると思います。이닉한테주면서이닉머리모양초콜릿제가만들어서이닉にあげる이닉と同じ髪型のチョコレートを作って머리스타일처음봤을때부터좋아했습니다라고이렇게この髪型見た時から그게로맨틱告白すると思います。너무로맨틱하네直接見せてください見せてください이닉さん初めて君の髪を見た時から好きでした。次はエクシです。僕うんここはジェームさんにあげます。ジェームさんにどういう風にあげますか。あジェームさんの背が高いだから私もなんか이런거에올라와서こういうのに上がって똑같이키똑같이해서線を同じくして口から口へそれ見せてもらえますか。ちょっと見てみたいです。보고싶은데아보고싶은데皆さん見たいですか。チョコレートがないからチョコレートがないってことでもしチョコレートお持ちでいらっしゃるかチョコレートください。ありますやってみましょう。ダメダメダメ。フリーだけ。그청하는청하정한척쓴다어떤핵오어떤지가제인스상요리뭐또세가다카이할때그이미지스멋져ジェームさん、こう来たらどうします？이렇게하면어떻게하실거예요？ジェームさん、항상키가크니까여자들분이느끼는걸못느낄거아니에요いつも背が高いから女性が感じることを感じられないじゃないですか。그러니까이렇게느낄수있도록感じることができるように。どうですか？どういう気持ちですか？어떤기분이세요？너무좋네요。感じるな。반했어요제가惚れてしまいました。そんな感じ。